吉田さん、昔ね、ヒット曲でネバーってのがあったんですよ。これはフットルースっていうダンスをテーマにした映画の、まあ、挿入歌として入っていた曲の中の一つであり、まあ、実はね、いろんなヒットナンバーをまとめて映画にしようっていう風になったのがフットルースというね、実は曲が映画を作ったっていう、まあ、そんなストーリーもあったんですけども、まあ、このネバーっていう曲の中で望まなければ失うものは何もないっていうセリフっていうか歌詞があるんですよね。で、まあ、夢っていうのは希望とかっていうのはね、叶えられたらすごく嬉しいんだけども、叶えられなかったり挫折した時の喪失感っていうのがあるわけですよ。まあ、そうなると最初から希望なんて持たない方がいいのかなとかね、思っちゃうんですけども、でもそうは言ってもね、人間生きてる限り所有する欲ってのはあると思いますし、体験したいっていうそんな欲求もあると思いますし、妄想を叶えたい、不可能を可能にしたいっていろんな思いがあると思うんですよ。まあ、堀江さんは堀江さんでね、宇宙開発事業やってみたいとか、和牛を仕事にしたいとかいろいろあると思うんで、それを叶え続けてるんで、叶わない夢はないとかね、夢って叶えてなんぼだろうみたいな気持ちになってると思いますけども、やっぱね、希望しても叶えられなかった人生を連続するともう何も望まない方がいいかなっていうふうに半ば諦めになるのも一つなんですよね。うん、まあどっちがいいかなんですけども、うん、やっぱりなんかね、思ったことを叶えたいとか欲しいものを手に入れたいとか、私は結構所有欲とか物欲に正直に生きてきたっていうのが原動力なのかなと思うんですよ。まあだからといってね、やりたいことを徹底的にやったみたいなところまで自分を美化することはないですけども、まあまあそこそこ体験したかなと、知ったかぶりできるほどではないけども、まあかじった程度がいろいろあって今に至るかなっていうふうな感じですかね。まあ、それなりにのめり込まなかったからこそ楽しかった、気楽だったっていうところは言えるというふうな立ち位置ですね。徹底的にやったからこそ燃え尽きたみたいなのもありますけども、やりきったっていうのもありますけども、まだ私はね、 YouTube にしても何にしてもやりきったってほどやったって気持ちはないですね。まだまだこれからじゃないかなと、緩やかに、それでいて誰よりも、凡事徹底していきたいなってことですか。まあ緩くも緩くないもないんですけども、湧き起こる衝動のままに今日も生きていこうかと思います。じゃあいろんな気持ちがね湧き起こりますんで、沸かしていきましょう。湧いて出ろ、イエー。